ここはコピー放題の入り口です。大きいですね。この門の上に書いてある文字は何ですか？それは初代台湾巡部劉明典によって明刻された北門鎖要という字です。このコピー放題は彼が建てたんですよ。なるほど、偉い人ですね。そうですね、早速入りましょう。わあ、広いですね。順番に行きましょう。ここの門は入ってもいいんですかね？一部はまだ工事中ですが、大丈夫らしいですね。あ、コピー放題の CG が見られるところがありますよ。本当だ、すごい、かっこいいですね。ほら、これを見てください。休んでくださいって映っていますよ。まだ来たばかりなのに休みたくないですね。冗談ですよ。この壁の上にもコビの戦いの障害が映っていますね。それに日本語と英語と韓国語の訳もついていますよ。すごいですね。観光客にとってありがたいです、翻訳があると。ですね。じゃあ次のエリアに行きましょう。ここは対艦コミュニケーション Q&A 体験ゾーンです。さあ入りましょう。この体験も日本語バージョンがあるみたいですね。面白そうですね。やってみましょう。さっきは楽しかったですね。次はどこに行きましょうか？次は宝座の遺跡を見たいですね。特にあの有名なアムストラン大砲が見たいですね。あ、まさかあれですか？そうです。でもあれは原寸大のレプリカなんです。アムストラン大砲は日本統治時代にすでに撤去されてしまいましたよ。なるほど。でもこのレプリカを見るだけでもその時の歴史も感じることができますね。